はい、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日はですね、こちらトヨエーストラック、年式が平成11年11月登録、型式が KK-XZU307、 同年式で日野のデュトロ、こちらが OEM で、全く同じ車で出ております。こちらの車両のですね、ウィンドウォッシャー液、こちらがですね出ないものですから、検査修理の方をしていきたいと思います。それではアングルが変わります。はい、助手席はねちょっとバラしました。あのこのパネル先にバラします。これはですね、ここのところボルトで、こちらあのクリップですね、こちらを2箇所外します。その次にですね、こちら上の方なんですけれども、こちらですね、ボルトが、あ、ボルトっていうかね、タッピングビスが1,2,3,4,5 とありますね。はい、でこれを外します。そうしましたら、これが出てるんですけども、これもボルトを2つ外して、出てきます。で見ていただきたいのが、こちらがですねモーターなんです。でこちらモーター配線なんです。こちらですね、テスターで当てましたら、電源来てるんですね。でこちらのモーターにですねバッテリー直でつないでみたんですけれども、うんともすんとも言わないと。これがあのモーターが悪いということですね、一応確定いたしまして、これからモーターを交換していきたいと思います。はい、こちらですねモーター新品で取りました。デンソー製の品番が 85310-90B00、 こちらの方ですね、24V 用なので、あの乗用車の流用仕様としてもですねショートしちゃう恐れがありますので、純正品を使った方がよろしいかと思います。お値段の方がですね3400円の消費税ですから、3740円ですかね、そちらになります。こちらですね、あの今から取り付けしていきたいと思います。はい、パッケージの方をね開けていきたいと思います。こんな感じですね、形は一緒なんですけど、ちょっと字のね色が違うかなっていう程度ですね。はい、それではねちょっと次作業していきたいと思います。はい、多少はねこぼれると思いますけど、ここ抜きます。よいしょ。はい、で、これを縦に置きますね。でちょっと少しアングル変えます。はい、それではですねここねちょっと抜いていきたいと思います。ちょっとね手の力だけだと厳しかったので、ちょっと道具を使います。どうせこれ壊れてもいいものなので、マイナスでこじちゃいます。はい、少しねちょっとウォッシャー液が多いとここぼれてきますのでご注意ください。はい、ギリギリ適量捨てまして、あのこのような感じになってるんですけれども、新品がこちらですね。で、よく見ますとねここにゴムがついております。あの付属してこなかったので、ここのゴムはですねあのパッキンですね、こちらは、再使用、本当は再使用じゃなくてね変えちゃった方がいいと思うんですけれども、はい、こちらこれでセットします。でこれでたら入れるだけですね。ちょっとねちゃんとついてるの心配ですね。ちょっとね この向きにして、はい、ここから出ますけれども、この他のとこから、ね、出てこないか検査ですね。はい、 OK そうですね。それではですねあの設置をねしていきたいと思います。ちょっとねもう一回怖いのでちょっと抜いて、もう一回つけます。なんかね、でももうちょっと奥に入りそうな気がするんですね。ちょっとね一回カットしてもう一回やってみます。はい、何度やってもねちょっと漏れるので、ね、やり方ちょっと変えてみました。最初にゴムパッキンつけて、ここから押し込むようにしてやった方が良さそうなので、そのようにやってみます。
くり来ますね。はい、漏れなくなりました。すいません、やり方失敗してました。最初にゴムパッキンをこの本体に入れて、後からモーターを差し込むと、そういう感じですね。すいません、ちょっとね、失敗から少し学んだところありまして、最初にゴムパッキンでこのモーターをつけるという形ですね。はい、それではですね、取り付けの方をやっていきたいと思います。ではですね、一応こちら今収めてきまして、ラストですね、こちらプラスチックグリップですね、こちらをつけます。最後ですね、こちらボルトつけまして、内装パネルの方の収めが終了となります。簡単な作業なので時間食っちゃって、見苦しい作業をお見せしちゃいましたけれども、一応こちらで、東映ストラック運動試写駅のモーターの交換の動画を終了したいと思います。今回もご覧いただきましてありがとうございました。